藤谷美和子さん、43年も経つんですね。カルビーポテトチップスの CM で、お茶目な可愛いキャラでデビューした彼女。とても人気のある女優さんでしたが、同時に元祖プッツン女優とも呼ばれていました。そんな彼女ですが、最近姿を見かけなくなったのには、とあるとんでもない理由があったといいます。一体どういうことか、気になったので調べてみました。藤谷美和子さん、学園ドラマ「夕日が丘の総理大臣」や池中玄太80キロで話題となり、朝の連続テレビ小説「心はいつもラムネ色」では平均視聴率は 40.2% となる大ヒットとなり、映画「海燕城の奇跡」や「寝取られ宗助」で日本アカデミー賞やブルーリボン賞で数々の受賞をしたご存知大女優さんです。どこか寂しげでエキセントリックな独特な雰囲気を持つ女優さんでした。それだけではなく、歌手としても成功され、1994年のドラマ「そのうち結婚する君へ」の挿入歌である「愛が生まれた日」で大内義明さんとデュエットで歌手デビューを果たしました。これがなんとミリオンヒット、日本入選大賞や日本レコード大賞の最優秀新人賞や優秀作品賞を獲得し、さらに紅白歌合戦に出場するなど、女優としての歌手セールス部門では当時1位を記録する大ヒットでした。今でも歌い継がれる名曲で、いい歌だなと思います。それもそのはず、この歌に関わったメンバーがすごすぎます。まずはデュエット相手の大内義明氏は、小比類巻薫さんや薬師丸ひろ子さんにも楽曲を提供した人です。地元の北九州市で活動を続け、九州アーティスト学院を開校して若手の育成を手がけました。しかし2014年に食道がんが見つかった後、治療しながら音楽活動を続けましたが、翌年に55歳の若さで亡くなったそうです。そしてこの名曲を支えた素晴らしい作詞は、おにゃんこクラブや AKB48 をプロデュースした秋元康さんだったんです。そしてアレンジしたのが荻田光雄さん。この方も半端じゃない人で、異邦人久保田咲、恋に落ちて小林明子、まずはアミン、プレイバックパート2、山口百恵、飾りじゃないのよ涙は中森明菜、シクラメンの香り布施明、思い出がいっぱい H2O、 恋の予感井上陽水含めて4000曲以上を手掛け、間違いなく編曲家としては日本でトップの人です。こうして見てみると、ヒットするべくしてヒットしたとも言えるこの曲。藤谷さんも頑張っておられましたが、この時をピークにして次第にフェードアウトしていった藤谷美和子さん。これだけの活躍をしたにもかかわらず、なぜ姿を消さねばならなかったのか気になって、さらに調べてみました。はっきりとした原因は分かりませんが、その後を決定づけるとある出来事があったのです。皇居前籠城騒動、2003年6月26日のこと。皇居坂下門前に突如タクシーを乗りつけ、乗り宮様は私の妹、お会いしてお手紙を渡したいのですと警戒中の警察官に話しかけ、開門を要求する騒動を起こしました。その後1時間にわたって開門を要求し、タクシーの中で籠城したことがメディアで話題に。どう考えても正気の沙汰ではありません。そんな中、2005年12月に突如演出家の岡村俊一さんと結婚したのです。岡村さんは演出家、プロデューサー、映画監督で、最近ではエグザイル関連の演出を多くされている方。当時藤谷さんはこの電撃結婚の理由について、
だって結婚しないと離婚できないし、慰謝料もらえないでしょ。これまたプッツンですね。一時期は藤谷さんが離婚を望んでいると噂されましたが、現在も戸籍上は夫婦のままなようです。仮面夫婦である理由とは、そして未だに復帰できない理由とは、それを証明するかのように当時某週刊誌で報じられたのが徘徊生活でした。藤谷さんは数年前から小田原駅前に17時30分頃に出没し、野良猫に水をかけたり、両手にゴミ袋を持って同じ場所をぐるぐる回ったりしているらしく、その行動の真意は分かりませんが、夫の岡村さんは現在の藤谷さんを更年期障害での心身の不調で仕事ができない状態だと語っているらしく、統合失調症の疑いもあるとも言われています。さらに驚くべきことには、藤谷美和子さん現在は母親と一緒に小田原に移住していて、熱海のスナックで働いているという噂です。しかしその情報源は夫の岡村さんらしく、藤谷さんを守るために流したガセ情報だったのだとか。でも実際のところはどうなのでしょう。名曲愛が生まれた日、良くも悪くも一人の大女優の人生を180度変えてしまった曲だったのかもしれませんね。あなたはどう思いますか。私は芸能界の激流で揉まれ込んで潰されてしまった一人の女性の悲運と片付けるにはあまりにも寂しすぎると思いました。最後までのご視聴誠にありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。